自分の能力をどうやって生かすかっていうその話でしたね、はいはい、ところで、うん、今日はこのこちら、うん、医師の作った頭の良さテスト、うん、っていうので小児発達医の本田真美さんの、うん、書かれている本なんですけど、うん、この中で本田式の認知特性テストというのがあって、はい、この2人でもやってですね、うん、今日はちょっとそれがどういう分類があってどういう特性があって、はい、能力もまた15、6個の能力があってですね、はい、そこにどうやって生かすかっていうのをちょっと探っていければなと思ってます、はい、でこの認知特性テストこれですね、はい、基本これをちょっとこう見ながらですね、はい、上が T 隊長の本田式認知特性の結果、はい、で下が私の結果ですと、はい、でこれを上げながらこれで今日一つずつこの特性はこういう特性だよみたいなのをちょっと簡単に挙げさせていただきますと、はい、一番上のカメラというのは視覚優位者、はい、カメラアイタイプという特性、うん、特徴で、はい、この人は写真として物事を記憶しますと、うん、道順を説明するときは路線図か地図とかを用いますと、うん、で3歳以前の記憶はあるが、うん、その記憶は自分で目で見た情景のため、うん、自分はその場にはいませんと、うん、で歴史の本を読むと、うん、文章だけでも城や戦いの場面がスムーズに浮かびます。アニメの脇役のキャラクターの似顔絵も上手に描けたりしますと、うん、で野菜をできるだけ多くあげようみたいな時は、うん、写真とかスーパーマーケットの陳列棚をイメージしながら答える、うんうんうん、次の視覚優位者三次元映像タイプ、うん、3D と書いてあるところですね、うんうん、この人は映像として物事を記憶する、うん、人の顔を覚えるのが得意、うんうん、私は得意ですか自覚ある？僕は苦手です。この間見学した人が、はい、次に来て、はい、誰だっけこの人って思いながら、あーはいって笑顔で、はい、ってそんな感じです。なるほど。僕は結構、うん、人の顔は覚えてたりします、はいはい、あなんでちょっと僕のが高いってのがあるかもしれません、うん、で道順は図式や地図だけでなく信号の数やポスト店の看板を書き加えて説明します、うんうん、僕も地図とかは、うん、自分ではなんか得意だと思ってます。はいはいはい、あとは歴史の本を読むとき城や戦いの場面が浮かびやすい、うん、で昔の記憶を順序よく時間を追うように説明できる、うん、で3歳以前の記憶はあるが、まあ、その記憶は自分自身は存在しない、まあ、見た映像っていうことな、自分の目から見た、はい、うん、で野菜を多くあげようみたいなときは、うん、そのカメラアイと同じように、うん、まあ、スーパーマーケットの陳列棚とかを思い、うん、描きながらと。なんでこの 1,2 カメラと 3D という人は視覚優位者というところですね、うん、はいはい、でファンタジーというところですね、はい、ここは言語優位者の言語映像タイプなので言葉を見るのが得意だと、うんうんうん、言語を映像化することも映像を言語化することも得意だと、うん、他人の何気ない一言で鮮明なイメージを抱くことがある、うん、比喩表現が得意だと、うん、野菜をできるだけ多くあげようという時は、写真とか、まあ、スーパーマーケットの陳列棚をイメージしながら答える、うん、とありますね。ここはなんで私がズドンと、なんで私は多分隊長とかが言う話を一回なんか自分の中で物語のように映画にしてるんだと思う、物語にしてそれを見ている感じがあります、うんうんうん、はい、なので薬とかを飲んだ時も、うん、うち僕の中には菌がいて、はい、薬群とウイルス群の戦いなんですね。へえ、わーわーってそれを想像する、想像する感じです。あ、僕あのネットで調べますもんねこれにはこの効果があって、なるほど、はい、っていうと体調は、まあ、ファンタジーも高いですが、はいはい、ファンタジーは私の方が高かった、うん、じゃあ次辞書とあるのが、うん、言語優位者の言語抽象タイプですと、うんうん、これ私があのズドンと低いとこですね、はい、はい、なんでよくここで対立するやつです多分はい、そうかもしれない。
この言語有意者の言語抽象タイプというのは、分かりづらい文章を図式化することが得意ですと、言葉を見るのが得意、歴史の本を読むときは家系図や登場人物の相関図が浮かぶ、初対面の人は名刺の文字とかでもちゃんと覚える、道順は文章か図式で説明する、一番古い記憶は言葉をある程度獲得した幼少期4歳から6歳以降のもので、場面には自分が登場すると、俯瞰から見てるんですかね。俯瞰から見て、いや自分がいる、あ、なんか言葉ですよ、だから映像ではなく、あーもう分かんない、あ、なんか小説みたいな、この時に僕が誰々とこういうことをしていたみたいな、だからね、これはもうアメージングアメージングです、はい、はい、そんな覚え方があるんですね。そうやって覚えてますよ、これ。そうやってがちょっと映像化できないので、だから映像ではない、あ、映像がないことはないですよ、はい、多分ファンタジーもそこそこあるんではいはいはい、はい、ありますけど、例えばなんか昔の出来事とか言うと、はい、どこどこにお母さんとなんか、はい、絵日記みたいな感じですか。そんな感じですよ、だから場面がポンとあるみたいな、なんかシューズの金賞を取ったみたいな、絵付きの小説みたいな感じ、ラノベ、そんな感じ、ラノベ、ラノベ、まあ絵日記が近いですよ。ああ、だからあの幼稚園ぐらいの時に、はい、数字で金賞を取って、はい、どこどこのビルにそれをお母さんと一緒に見に行ったみたいな、でこう飾られてるのを見たみたいな映像がポンとあって、あーもうちょっと文章は素晴らしいですね。はい、そんな感じのイメージです。あの僕の歴史のストックは、うん、はい、YouTube なんですよ、はい、ポチって再生するとバーってこの最初から最初から流れていく感じ、はい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 、絵日記なんですね。絵日記みたいな感じ。なるほど、これがおそらくカメラ愛が高い人は、はい、もう写真で、あ、でしょうね、写真なんでしょうね、それが、この場面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 みたいな、あー、これは素敵だ、うん、なる、スライドショーだ、スライドショー、あー、なるほど。なのでこの言語抽象タイプは、読み終わった本の中から箇所を探すとき、どのあたりのページに書かれていたのかが分かると、うん、なるほど。では次、ラジオと書いてあるところ、うん、体調26、僕25、はい、はい、ここは聴覚有意者の聴覚言語、はいはい、聴覚有意者の聴覚言語タイプで、うん、言葉を聞いたりサイレントトークしたりするのが得意だと、一度聞いたコマーシャルのフレーズや歌詞を覚えるのが得意、うん、英語は聞いたり暗唱したりして覚える、うん、講演内容のテープを聞き返すとき、うん、どのあたりに録音されているのかが分かる、うん、難しい話題でも写真や資料を見ることなく話を一度聞くだけで理解ができる、うん、テレビを見ているときテロップがなくても意味がすんなり理解できる、ダジャレを言ったり人の言葉尻を捉えるのがうまい、一番古い記憶は4歳から6歳以降のもので、映像イメージは曖昧で後から聞いた情報も付け加えられているケースが多いと、うんうん、ではちょっと続きで続いていきますね、はい、私がもうこれ15以降っていうのは、うん、明らかになんかちょっと劣っているみたいなはい、はい、ところ ら,、うん、らしいです、うん、この15から45はあの普通、うんうん、まあある程度皆さんが持っているベルカーブでいうとちょっと真ん中ぐらいのあたりっていうところですね、はいはい、で15以降は少ないので、僕はウクレレが全く上手にならないのかもしれないんですけど僕も低いですけどね、この聴覚有意者の聴覚音タイプというのは言葉を聞くのが得意、うん、英単語は聞いたり暗唱したりして覚える、うん、絶対音感のような特殊な能力を持っていたりすることがあると、うんうん、CM ソングや音楽を一度聞いただけで歌詞ではなくメロディーで覚えると、うんうん、でモノマネが得意、外国語の発音が上手とありますね、うん、なんでこの辺は引いてたりすると、うん、例えばそのタモリさんとかが、はいはい、昔あの4カ国語麻雀とか言って、あ、はいはいはい、ま、中国語とか、そう、あの中川家の礼二さんもそうですね、うんうんうん、聞いた、うん、外国語をそれっぽく発音することができる、うんうん、
なんでそのハングルとか中国語とかをそれっぽく、うん、本当の中国語ではなかった、ね、なかったりするが向こうの人が聞いてもとてもうまいっていう発音が上手だ、はい、っていう。あとはまあそのこの本で挙げられていたのは一国堂さんですね、うんうん、はいはいはい。要はもうこの音の表現でもう飯が食えるぐらいの能力を得ることができるなんていうのがあるみたいですね。